はい、どうも皆さん、こんばんは。パニッチ、信号機でございます。例えばですね、令和2年11月20日ですね、23時9分を回っております。本日はですね、一つその前にご報告ありまして、だいぶ前からですね、19時走行になっております。まあちょっとね、いろいろ事情がありまして、19時と予約に入れて入っております。で、たまにこういう開封動画の時は、深夜に出す場合が、深夜か、まあ朝に出すっていうのが多いでございますので、そこら辺よろしくお願いいたします。まあとにかく、一応動画は19時ぐらいに上げているような感じでございます。はい。でですね、本日の、動画はですね、先ほど言いました開封動画でございます。まあね、こんな深夜に撮っているってことは開封動画じゃないんですけど、今回ですね、この今置いてあります EF66 ですね、関係する動画でございます。まあちょっと EF66 これ横に置きまして。で、今回紹介する商品はですね、中古品でございます。400円ですね。ちょっとまあ動作不良は動きません、動かないって書いてありますけど、ちょっとそこら辺どんなのかっていうのはちょっと、はい、記念とか。ところでございますけど、本日はね、特急、死んだ時、はやぶさでね、はやぶさ号を紹介していきたいと思います。これ、はやぶさ号でございますね。はやぶさ号ですね。こちらを今回は紹介していきたいと思います。では、それではよろしくお願いいたします。で、EF66 ですね。まあ、私は EF66 大好きでございます。あんまね、九州市民の私からしてもね、EF66 はとても興味深い車両でございまして、一度は、見てみたいと言いますね。今、ニーナっていうのがスペースですね。EF66 のね。それが、実に共有会をとってございます。はい、ちょっと開けません。まあ、中古品だから仕方ないかな。じゃあ、一個ずつ見ていきましょう。で、動作不良、動作がダメだということが書いてありましたけど、これはどんなのかっていうのを。はい、一つ一つのこれですね。傷は、まあ、まあ、中古品だから仕方ないかな。あー、でもちょっとこの、ね、熱板が書いてないのはちょっと悔しいでございますね。はい。で、EF66 ですね。の49。まあ、そこない、傷はないかな。まあ、ちょっと剥げていくかな。で、そんな、そうなのかな。ギアも割れてませんし、はい。ギアも割れてないんで、動くんじゃないかなとは思うんですけど、はい。動かないかな。お！動きました。動きました。これは奇跡です。これは奇跡ですよ。たまにあるんですよね。こうやってね、あんまちゃんとね、見てないかないと、わからないのがありますんで、まあ仕方ありませんけど、まあ、動きました。はい。ありがとうございます。これはとても素晴らしいですね。2両目かな？これ最後日か。じゃあ1両目から見ましょうかね。1両目、オハネフ25の206番でですね。ここに朝方のシールが貼っております。まあ裏も。銀色の帯が入っておりまして。なんだこの下間っていうのは。これはちょっと剥がしましょう。剥がせるかな。いや、ちゃんとこれはね、こういうのはね、怖いんですよね。このシールの跡が残っちゃったりするんで。いや、綺麗に剥がしたいけど、おーよし。あとでこういうね、汚れっていうのは後で取っていけたらいいと思いますし。なんだこのプラスチックのやつっていうのは。まあ仕方ないですね、これは。の中古品だから、まあ、それはちょっと仕方ないものでございます。はい。まあ、状態はまあ、そこそこいいと思いますけどね。はい。メイドインベトナムでございます。と、このプラスと、見えますかな？このプラスとマイナスっていう字が見えますかな？このプラスとマイナスが書いてあるんですね。ちょっと、はい。これはちょっと、まあ、仕方ないかな？こういうのは。うん。まあ、中古品で400円って言ったら、まあ、すぐらいの値段するわな。で、最後の、管理224の7、24キーセクションだな、これはね。最高ですね。まあ、ここ、連結つけようとしたのかな、これなんか。削ってあるっていうことは多分そういうことかな。フル編成でもしようとしたのかな、この人はね。ああ、連結付き部分が曲がっておりますね。これはちょっと後で直したいと思います。また下回って書いてますね。なんだろうな、これ。誰がやったんだこんなことするな。これはちょっと、由々しきもんですね。あ、やばい。これはいかんな。これはね、こういうシールのね、剥がすのはね、とても根性がいる作業でございますけど。まあ、こういうのはね、なかなかね、こういうのは取れないんですね。はい。あ、ちょっと固まってしまいました。失礼いたしました。でも、こんなような感じになっております。はい。じゃ、ちゃっとしましょうかね、じゃあ。
ちゃっちゃっと、終わらせて、動画を終わらせたいんで、容量がギリギリでございますので、はい。ちょっと早く終わらせて、動画を締めたいと思います。で、前もいましたよね。人気付き分、あ、これゴム手やだな。あれ、どこ行った俺。どこ行ったんだろう俺。ゴム手かかってないのかな。まあいいや。後でじゃあその動画は出したいと思います。はい。あった。奥の方に置いてあった。はい。ちょっと待ってくださいね。行量の通知が来るまでに終わらせないといけないんで。で、前にいたこの虹を開けます、ここにね。はい。あー、こうやってね。慌てちゃうとね、何のかんの物語は失敗するものです。で、取れたら、ここを取って、で、あ、いいや、取っていいや。で、新しい新品のですね、これをつけて、ここの、ここだけが削れてるのかなとは、車体が削れてるぐらいですね。あとはそんなになんともないですね。あ、取れるんだね。まあ、仕方ないやつ。まあ、私もそんなような技術があればね、できないことないんですけど、今回は、ちょっと、っていうような感じですけど、まあ仕方ありません。これも中古品でございますから。はい、出来上がりました。はい、これで出来上がりました。はい。まあ、早急の応急処置っていうことなので、仕方はありませんけど、はい。ちょっとまあ、今時のものって言ったら、このように返すかのような感じで、やっていくものでございます。ああ失礼しました。ちょっとですね、いろいろですね、撮影機というか、混乱しておりますけど。支えがないんですね、今僕、うちにね。はい。このようにですね。携帯を直立で捨てておりますので、あまり、うまくは怒られませんけど、はい。今、連結してみましょう、じゃあ、そしたら。こうですね。はい、では行きましょう。こんなような感じでございますね。はい。かっこいいですね。24気着車でもう一個持ってるんですね、僕ね。はい。ここにですね、もう一個あるんですよ、ここにね。この24気着車からでも出てあります。あ、これ12気着車ですね、これは。でも一応、客車は持っているんで、まあ、なんともないですけど。これで今、私に今 EF66 が A マスターに押されましたね。はい。とてもいいことでございます。それでは、今回の動画ですね。EF66 の、49とですね、朝風号の開封動画でございました。またね、いろいろ中古品を 回ってですね、ちょっと、いろいろなレア車両を、探していきたいと思います。何かね、情報がありましたら、コメント欄に、書いていただけたら幸いでございます。本日も、最後までお付き合い、ありがとうございました。で、これからですね、案内放送の動画をですね、どんどんちょっと出していきたいと思います。今のところですね、ハウステンボスと、ハウステンボス緑号と、ユフィンの模様をですね、出していきたいと思います。まぁ、ちょっと編集はかかりますけど、まぁ、多分かなり先となります。あと、普通列車と追記ですね、149M 列車も、近々公開予定となっております。それでは、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。本日も動画を見ていただき、誠にありがとうございました。さよなら。